サー・エベリン・ロバート・エイドリアンド・ロス・チャイルドは、イギリスの銀行家、実業家。ロンドン・ドス・チャイルド家の分流であり、2003年まで、N.M. ロス・チャイルドサンズの頭取りを務めた。1931年8月29日に、ロンドン・ドス・チャイルド家の分流アンソニー・グスタフド、ロス・チャイルドの長男として生まれる。母は、イボン・ノリディアル・イーザ・カーヘン・ダンベール。ハー,ーを経て、 ケンブリッジ大学トリニティカレッジに進学した。1960年から NM ロスチャイルドサンズの経営に参加した。当時の頭取は、いとこのエドムンドであり、彼の元、レオポルドと共に投資部門の拡張に努め、ロスチャイルド投資信託銀行を創設したが、やがてここは本家のジェイコブが主導する部門となる。ジェイコブの主導で外部からの資金が大量に流れ込むようになり、 それを元手に積極的な企業買収が開始された。これにより NM ロスチャイルドサンズの業績は急速に伸びた。またジェイコブは NM ロスチャイルドサンズの本社入港と事務所が狭すぎるとして伝統的な建築からオフィスビルに建て直させた。一方、エベリンは伝統と堅実経営を好むタイプであり、ジェイコブのリスクを恐れない M&A 路線に不安を 感じていた。またエベリンの父アンソニーは NM ロスチャイルドサンズの株式60%を保有していたが、ジェイコブの父ロスチャイルド卿ビクターは20%しか持っていなかったから、エベリンはジェイコブを独断先行に過ぎると考えていた。二人の対立が深刻化する中の1975年に、頭取のエドムンドが退任し、 ロスチャイルド卿が新しい陶取りとなった。エベリンとジェイコブの対立の仲裁役となることを期待されての就任だったが、結局、ロスチャイルド卿は息子より筆頭株主、エベリンを支持したので、ジェイコブは1980年にリットと共に NM ロスチャイルドサンズから独立することになった。その後、ロスチャイルド卿はエベリンに陶取り職を譲った。 エベリンの主導の下、NM ロスチャイルドサンズは堅実経営に戻った。派手な企業を買収こそなくなったが、順調に業績を上げたという。1972年から1989年に、かけては雑誌、エコノミストの社長も務めていた。1989年には、エリザベス女王より、ナイトに上され、名前に、サーの称号を入れることになった。2003年に、 N.M. ロスチャイルドサンズ東取を退任して引退した。この後、N.M. ロスチャイルドサンズは、パリ・ロチルド家の銀行と統合され、ロスチャイルド・コンティニュエーション・ホールディングスが創設され、ロチルド家当主、ダビド・ド・ロチルド男爵がその東取に就任している。1966年に、ジャネット・エレンド・ドロシー・ビショップと結婚したが、1971年に離婚した。 彼女との間に子供はなかった。1973年にビクトリア・ロー・スコットと再婚し、彼女との間に以下の3子を設けている。2000年にビクトリアと離婚し、リン・フォースターと再婚した。ありがとうございます。